マツコデラックスが番組スタッフと企画会議を行い、今話題のディープな場所と中継を結んで、そのエリアを深掘りしていく番組、マツコ会議、日本テレビ系、毎週土曜2300チルダ。12月2日の放送では、創立90周年の国立音楽大学の芸術祭に潜入する、私立の音楽大学に通う学生は、 さぞかしお坊っちゃまやお嬢様なのか。と思いきや、最近は奨学金をもらいながら通う苦学生も多いそう。この日、出会った、ピアノ科に通う双子の姉妹は一般のサラリーマン家庭。とあって、二人ともバイトに精を出す日々だということが明らかになる。続いて、 カメラは6年前に新設されたジャズ科を中心にした学生グループの練習現場へ。学生時代にエレクトーンの世界大会で1位を取ったメンバーなど、タレント揃いの彼らにはすでにプ。プロデューサーがついているといい、マツコも一気に気な臭くなってきましたよ、と興味津々。対照的な性格のリーダー格の二人と、その因に隠れているけれど実。 バビ系のベースなど、マツコらしいメンバー分析にも注目だ。さらに、番組冒頭でたまたま見つけた、校内で目を見張るダンスを踊る男性。おめぐり、あの人が知りたい、あの人チるだ、とマツコが大興奮。生中継中にスタッフがもう一度会おうと大創作をした男性の、意外な人物像とは。本記事は、 テレビドガッチから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。